プラコマ、今日のガンプラ紹介、ガンダムベースイベント限定編。今日紹介するキットはこちら、 RG144/1 ガンダムベース限定ダブルオークワンタフルセイバークリアカラー、2018年12月7日発売。お値段税込み3740円。144/1では類を見ない緻密表現とリアルを追求した RG シリーズで商品化されたダブルオークワンタフルセイバーがクリアカラーとなってガンダムベース限定品として登場。 GN ソード4フルセイバーを RG 準拠で徹底再現。ダブルオークワンタフルセイバーの本体形状を忠実に再現。 GN コンデンサを搭載し、 GN ソード4との接続部分を備えた背面部を再現。豊富なハンドパーツや保持用スタンド付属、 GN ソード4フルセイバー用マーキングを含むリアリスティックデカールが付属、 HG144/1 ガルバルディベータクリアカラー、2018年12月7日発売。お値段税込み1650円。待望の初 HGUC 化を果たしたガルバルディベータがクリアカラーとなってイベント限定品として登場。最新フォーマットに合わせ各部ディテールが高密度化され、胴体剣部には内部フレームを思わせるディテールを追加。胸部仮面のモールドは別パーツでディテールを再現。二の腕に回転軸が追加され、アクション性が向上。ゲルググと同型のライフルが付属するほか、シールドは差し替えで伸縮ギミックを再現。HG144/1 ガンダムアスタロトリナシメントアイアンブラッドコーティング、2018年12月7日発売。お値段税込み3850円。 HG アスタロトリナシメントがイベント限定のアイアンブラッドコーティングで登場。 HG144/1 ガンダムベース限定ブルーディスティニー1号機エグザムメタリックグロスインジェクション、2019年1月12日発売。お値段税込み1980円。機動戦士ガンダム外伝ザ・ブルーディスティニーに登場する主人公機青い死神ブルーディスティニー1号機がメタリックグロスインジェクション仕様となって限定アイテムとして登場。ゲーム版のほか、月刊ガンダムエースで連載中のザ・ブルーディスティニー版を再現できる頭部も付属。どちらもエグザムシステム起動中のメインカメラは選択式で再現できる 100mm マシンガンシールドが付属。 HG144/1 ガンダムベース限定イフリート界メタリックグロスインジェクション、2019年2月2日発売。お値段税込み2200円。機動戦士ガンダム外伝ザ・ブルーディスティニーよりイフリート界がメタリックグロスインジェクション仕様となってガンダムベース限定品として登場。イフリート界の機体形状を徹底再現。 MS-08TX イフリートをベースにエグザムシステムを搭載するために大型化高出力化された各部機体形状を徹底再現。腰部にはヒートサーベルが喧嘩可能。スパイクアーマーの形状カラーを再現。6連装ミサイルポット大出力バーニアを増設した脚部を再現。ヒートサーベルの頭身にはクリアパーツを採用。 HG144/1 ガンダムベース限定シナンジュスタインナラティブバージョンエクストラフィニッシュ、2019年3月29日発売。お値段税込み5280円。機動戦士ガンダムナラティブよりナラティブ版シナンジュスタインがエクストラフィニッシュ仕様となって登場。袖付きの特徴である胸部前腕部のエングレービングをモールド表現とホイールシールで再現。 HG 史上最高峰の可動表現を実現。大きなアクションも自然に再現できる。ビームライフルはシナンジュバズーカとの接続が可能。豊富な武装が付属。 HG144/1 ガンダムベース限定
ユニコーンガンダム3号機フェネックスデストロイモードナラティブバージョン最終決戦仕様2019年4月6日発売お値段税込み3080円ユニコーンガンダム3号機フェネックスデストロイモードナラティブバージョンが劇中の最終決戦をイメージしたカラーでガンダムベース限定品として登場。全身のサイコフレームはラメ入りのクリアパーツで再現。特徴的なシルエットを再現するアームドアーマー DE の取り付け器具。鳥の飾り羽のような形状のスタビライザーは可動式。広範囲の可動域と各ギミックにより迫力のアクションを再現。HG144/1ナラティブガンダム C 装備クリアカラー2019年4月6日発売お値段税込み2530円。ナラティブガンダム C 装備がクリアカラーになってイベント限定品として登場。パーツ分けにより腹部のコアファイターや脚部の色分けを再現。ユニコーンガンダムを想起させる衣装を全身にまとっている。 C 装備で初めて装備するビームライフル、サイコフレーム付属のシールドをセット。ハロプラガンダムベース限定ハロペインティングモデルクリア&ホワイト2019年4月20日発売お値段税込み1100円。川口名人完全監修、塗装が楽しめるハロプラハロのペインティングモデルが登場。塗装に適したシンプルな色数のランナーが特徴です。 RG144/1 ガンダムベース限定ユニコーンガンダム2号機バンシーノルンデストロイモードライトニングモデル2019年4月20日発売お値段税込み11,550円。 RX0 ユニコーンガンダムデストロイモードバージョン TWC に続きユニコーンガンダム2号機バンシーノルンデストロイモードが非可動式ディスプレイモデルで登場。発光パターンは3種類、電池ボックスと配線を収めた専用のディスプレイベースが付属。単4電池3本使用別売。背部のアームドアーマー XC 部分は発光いたしません。 SD ガンダムベース限定 RX00 シシク2019年4月20日発売お値段税込み1980円。ガンダムビルドダイバーズより RX00 シシクがガンダムベース限定品として登場。多種多様な武器や変形ギミックにより多彩なアクションポーズが決まる。各形態への変形をパーツの差し替えて再現。 MG100/1ガンダムベース限定 MS ケージ2019年4月20日発売お値段税込み2200円。劇中に登場する MS ケージをプラモデルオリジナルデザインで再現。コクピットハッチの開閉に対応したアーム形状も再現。背面には収納ボックスが付属し、小さなパーツや余った差し替え用のパーツなどを保管しておくことができる。装備類もケージ背面の固定ラックに取り付けて保管しておくことができる。1/100スケールバナージリンクス私服オードリー・バーンマリーダ・クルスカーディアス・ビストのフィギュアが付属。 MG100/1 ガンダムベース限定 MS ケージ以外の商品は全て別売りです。プラモデルの種類によっては画像のディスプレイ方法を再現できない場合があります。形状によっては一部取り付けができないプラモデルがあります。 SD ガンダムクロスシルエットゼータガンダムクロスシルエットフレームバージョンクリアカラー2019年5月11日発売お値段税込み1320円。2つのシルエットが楽しめる SD ガンダムクロスシルエットシリーズからゼータガンダムがクリアカラーになって登場。特徴的なカラーリングが再現され、同梱されている SD ガンダムクロスシルエットフレームにより高等進化と広範囲の可動域が実現。 SD ガンダムクロスシルエットザク2と組み合わせて
機動戦士ガンダムダブルゼータに登場するゼータザクも再現できる。 RG144/1 サザビークリアカラー、2019年5月11日発売。お値段税込み4950円。144/1スケール、史上最大級のギミックを搭載した RG サザビーがクリアカラーになって登場。腕部のシリンダー、ファンネルなどの武装が忠実に再現され、実機交渉によってバーニアやバックパックなどの推進部には展開機構を設置。豊富なハンドパーツ、サザビーを象徴する武装が付属し、各種ハンドパーツと高い可動域によって両手持ちポーズなど劇中のポージングが再現できる。 SD ガンダムクロスシルエット、ガンダムベース限定、ナイチンゲールスペシャルコーティング、2019年5月18日発売。お値段税込み4180円。等身自在の SD ガンダムクロスシルエットシリーズより、機動戦士ガンダム逆襲のシャアベルト・オチカ・チルドレンに登場する大型モビルスーツナイチンゲールがスペシャルコーティングで発売。大型モデルながら SD フレームを搭載し、 CS フレームにも対応。 BB 戦士ガンダムベース限定、ハイニューガンダムスペシャルコーティング、2019年5月18日発売。お値段税込み3300円。 BB 戦士ハイニューガンダムがガンダムベース限定スペシャルコーティングで登場。瞳の有無をパーツ差し替えて選択可能。ファンネル射出を再現可能。ビームライフルほか多数の武器が付属。ディスプレイ台座付属。 SD ガンダムクロスシルエットザク2クロスシルエットフレームバージョンクリアカラー、2019年6月15日発売。お値段税込み1100円。2つのシルエットが楽しめる SD ガンダムクロスシルエットシリーズからザク2がクリアカラーになって登場。モノアイはレールにより稼働。おなじみのザクマシンガンに加え、ザクバズーカ、ミサイルポット、ヒートホークが付属。同梱の SD ガンダムクロスシルエットフレームにより高等進化を実現。ガンダムベース限定、アクションベース5、連邦イメージカラー、2019年6月15日発売。お値段税込み660円。ガンダムベース5が連邦軍モビルスーツを展示するのにぴったりなデザインで登場。ガンダムベース限定、アクションベース5、ジオンイメージカラー、2019年6月15日発売。お値段税込み660円。アクションベース5がジオン軍モビルスーツを展示するのにぴったりなデザインで登場。 HG144/1 フリーダムガンダム VS フォースインパルスガンダム運命の対決セットメタリック、2019年7月6日発売。お値段税込み4950円。機動戦士ガンダムシードディスティニーで激闘を繰り広げたフリーダムガンダム、フォースインパルスガンダムのセットが HG イベント限定カラーで発売。成型色をメタリックに変更し重厚感をアップ。アクションベース4が付属し、迫力あるアクションポーズで飾ることが可能。ベースは2枚付属、通常タイプとポージング用のバースの効いたタイプ。2本のエクスカリバーが付属。腹部を貫かれたフリーダムの胴体パーツ単色成形が付属し、エクスカリバー、アクションベースと組み合わせることで劇中名シーンを再現できる。 HG144/1 デスティニーガンダムクリアカラー、2019年7月6日発売。お値段税込み2420円。機動戦士ガンダムデスティニーより主役機デスティニーガンダムをHG 最新フォーマットクリアカラーにて立体化。完全新規造形、胴体に内蔵された二重関節によりデスティニーガンダムに特徴的な前屈するアクションを再現できる。サイドアーマーは後方にスライドすることで脚部との干渉を避け、可動範囲を制限しない構造となっている。ハンドパーツは V
武器を保持できる握り手やパルマフィオキーナ用の開き手が付属、アロンダイト高エネルギー長射程ビーム砲ビームブーメランほか豊富な武装が付属。 HGBD144 分の1ガンダムベース限定ガンダムダブルオーダイバートランザムクリア、2019年7月12日発売、お値段税込み1430円。ガンダムビルドダイバーズ主人公リクの操るガンプラがトランザムクリアで登場。ダブルオーガンダムがベースとなっており、幅広いカスタマイズが楽しめる仕様となっている。多様な武器に対応する左右各3種類の武器持ち手が付属し、 HGBC シリーズや他ガンプラの武装など幅広い武装を持たせることができる。各部に設けられた 3mm ジョイントでミキシングの幅も広がる。広い可動域で自由自在なポージングが可能。 MG100 分の1、ガンダムベース限定ユニコーンガンダムペルフェクティビリティ、2019年7月20日発売、お値段税込み 13,200円。機動戦士ガンダム UC よりペルフェクティビリティが登場。本体部分はホワイト、各サイコフレーム部分は UV 発光する樹脂素材を採用しており、クリアブルーで再現。ユニコーンモードとデストロイモードの双方の形態を一部パーツ差し替えで再現可能。ビームマグナムやハイパーバズーカに加え、ハイパービームジャベリン、アームドアーマー BS、VN、XC、DE などの特徴的な武装、拡張ユニット類が付属。バックパックのアームドアーマー DE2 機を喧嘩するアームを新規パーツで再現。オリジナルのマーキングシールが付属。ガンダムベース限定アクションベース4シャア専用カラー、2019年7月20日発売、お値段税込み770円。アクションベース4がガンダムベース限定シャア専用カラーで登場。フィギュアライズメカニクス、ガンダムベース限定ハロライトニングユニットセット、2019年7月20日発売、お値段税込み4180円。フィギュアライズメカニクスハロから LED が同梱されたライトニングユニットセットが発売。外装はノーマルカラー、メタリックグリーンカラーなどの2種が同梱。 LED ユニットと組み合わせることで成型品越しに目が発光し、怒りや悲しみの表情をつけることが可能。手足を引き出すギミックで劇中のイメージに合わせたポーズを再現。全高約 80mm、 このサイズならではの高密度なメカニカル感。欲しいキットは見つかりましたか？プラコマチャンネルでした。また次回。